はい、皆さん、こんにちは。広上純一です。来たる8月5日土曜日、5時開演ですね。昭和音楽大学テアトロジーリオ昭和において、フェスタ様ミューズ川崎のシリーズですかね。東京交響楽団とご一緒させていただきます。曲目なんですけれども、ドリーブのコッペリア。抜粋ですが、この曲はバレエ音楽で僕大好きなんですね。で、それとラマイノフ先生のシンフォニーの2番なんですが、コッペリアの魅力はですね、なんといっても気持ちを明るくさせていただくことが何よりだと思います。まあ、特に今こういう世相ですし、なかなかね、普段の日常の生活でご苦労されていることが多いと思うんですけれども、まあ、このコッペリアの作品をお聞きになるだけでですね、元気が出てきますし、幸せな気持ちになると思うんですね。そういう願いを込めまして、この曲を選ばせていただきました。最初の前奏曲、それからマズルカをヒットにですね、素敵な作品がいっぱい散りばめられていますから、私がその中からいくつか主曲の名曲をですね、ピックアップしましてお届けしようと思ってますので、ぜひお楽しみください。ラフマニノフのシンフォニーはもう、これは2番はもう、これはラフマニノフ先生の自信作でもありましたし、皆さんもよくご存知の大シンフォニーでございます。まあ、1楽章も2楽章も3楽章も4楽章もストーリーがしっかりありまして、起承転結もはっきりしておりますし、まあ特にね、三楽章好きな方もいらっしゃるでしょうし、いや1がいいって方もいらっしゃる、2がいいって方もいらっしゃる、4がいいって方もいらっしゃいますけれども、まあ約1時間、ちょっとかかりますかね、ぐらいの対局でございますけれども、これまた聞き逃さない、聞き逃す手はない、作品でございますので、ぜひ、この演奏会8月5日、5時でございます。ちょうどいい時間帯でございますしね、テアトロジーリオにおいて催しますが、東京交響楽団と広上純一の共演でございます。一つよろしくお願いいたします。